ゃあ2つ目いきましょう。2つ目はこちら、たくさん振られなさい。あら、いやこれは僕もちょっと一票投じます。 ありがとうございます。まさにその通りですよ。でもやっぱ振られたくないやん、女の子な。傷つきたくないもんな。最近振られたことある方っていらっしゃいます？それぶっちゃけで言いましょう。ぶっちゃけでちょこっと、近々ここ5年ぐらいの間で振られたっていう。ああ、みんな何人ぐらいやろ。でも2人以上2人、3人ぐらい、1人ぐらいでしょ。でもあの50人の法則っていうのがあって。あら、はいはい、でやっぱりその結婚相手でお見合いの人っていうのも言うんですけども、はい、あの結婚相手見つけるときに最初の5人から10人で決まると思って皆さんお見合いされるんですね、はい、で恋愛も多分10人ぐらいで結婚相手で決めてしまう確率が高いんですけども、うんうん、はい、いない。で50人ぐらい道端歩いてもらって、結婚的な人がこう、ね、歩いてきて50人ぐらいすれ違ったら、この人だったらありかもっていうのが50人に1人なんですよ。へー、道端でそういう おっちゃんとかおばちゃん省いて、はいはいはい、であの普通の結婚できる人が歩いてきたのを数えていって50人ぐらいの中でたった1人ぐらいが、あ、この人はありかもっていう人が出てくるんですね、はいはいはい、だからお見合いの世界もやっぱり50人会ってみないとわからないし、はいはい、自分も納得したいじゃないですか。50人会った中で決めたんやしとか、はい、100人会って2人会ったから決めたんやしと思いたいし、うん、女の子もまあ告白せんでもいいから50人ぐらいはおご飯食べに行ったり、うん、メールしたり LINE したり、あと告白したりも、もう数が少なすぎるから、もういい人捕まえる人はめちゃくちゃ振られてますよね。いや、まさしくそうでございます。僕らも振られてます。なんでも振られてますよ。振られてますけどね、だってでもそんな付き合ってもないので。ほんまですか、はい、忙しいからなんだと思うんですけど、やっぱり本気に結婚を考えるはんやったら、女の子にあの結婚したらかかるお金っていうのが男の人でサラリーマンの平均1億7000万です。そんなに？すごい。それ一生で、一生で、すごい。一人に、すごい、だいたい月に、まあ、30万ぐらいはかかるんですね、家賃や、うん、教育費や子供に。だから一人の女の人に、この人で25歳から結婚したとして80歳まで一緒に暮らしたとしたら30万上げ続けたとしたら1億7000万の事業なんですよ、うん、そんな就職活動どころじゃなくて早く結婚をした方がお得です。で男の人も気をつけないといけなくて、はい、その女の子に1億7000万払うと思って結婚しないといけない。見極めが大切なんですね。そう、めちゃくちゃ大事なんです。でも振られるのって自信もなくなってくるし、どんどん落ちそうな気がする、うん、なのただあの会ってその人がダメなだけで全然自分の付き合う人がだんだん近づいてくれるので、正解が近づいていくって感じなので、どんどん振られてどんどん恋をしてどんどん綺麗になって最後にいい人ゲットしてください。なるほど、まあ、さあ3つ目いきましょう。3つ目はこちら、はい、心配しすぎるな。これは男の人に対してですか？いや、女性も男性もなんですけども、なかなか結婚できない40代50代私はあのお客さんとして持ってるんですけれども、はい、すごく心配性なんですね、はい、でこの人と結婚したらお母さんがこうでああ で結婚式場困難でこうなって老後はこうなるまでめちゃくちゃ結婚のお見合い前からすごい心配性あるんですよ。人生やからっていう、そうで、すごい先のことまで起こってない心配まで全部しはるから、もうそれ全然最悪で、もう会ってみたらって言ってもそんな未来心配こちゃんしてたら誰にも会えないので、心配しすぎる子は結婚が遅くなります。石川君は結婚してないですけど、僕はい、独身です。やっぱそういうのもいろいろ考えちゃうんですか？いや、でもやっぱ考えるよ。もう僕36ですから、はいはいはい、やっぱ付き合う時にこれ結婚もちょっと考えた方がいいのかなとか、やっぱそういう感じの、やっぱり年を重ねるとそういう人が増えてきますよね。恋が怖いとか、いろんな外野がいるので、こうやああや言われた時にやっぱりとりあえず現状維持の方が楽なんですよ、人間って。恋しないと、恋しない方が楽やし、結婚しない方が今の生活乱されないから、そう楽やと思った時に、こんなんされたらあんなんされたらあんなんされたらってどんどん言っていくと、そんな先までと思うので。そうそうそう、おっしゃる先生がおっしゃる通りですよ。それはダメだと。ダメだ、とりあえず、まああのまあ、離婚したらあかんけども、離婚しても今まで全然ね人生ダメなこともないし、うん、とりあえず同居してみたりとか、それからお見合いしてみたりとか、行動して3回やって1ヶ月の間に3回ぐらい会いなさいって言ってるんですけども、はいはい、それでもう受付なんかでやめたらいいし、とりあえず3回ご飯食べに行こうって言って。先生何回離婚したんですか？全然聞くなよ
まだ1回目の結婚で待ってますんで。ああ見れないな。これで離婚5回になる。でもパートナー見つけてますからね。でもそれ誤解されても、なるほどね。絶対心配するな。まあちょっとライトな感覚でね、心配性な方はやっぱりね、あの不安があるんですけども、やってみなしょうがないので。そうですよ、まあ、ね、あのチャレンジしていただいて、あかんかったら半年でやめるとかね、期限決めてもらって、あの心配しない で人を信じないことも悪いことなので、うん、なるほどなるほど、まああのまあ、夜も共にしてきたらね、あの信頼もしてあげましょうよ、うん、そうです、ね、あのすごくこう、ね、あのコミュニケーション取ってもらったらいいので、あの心配しないようにしていただいたらうまくいくと思います。なるほど、ありがとうございます。本当になんか学校みたいな、ね。いやでもちょっと勉強あったよね。すごい分かりやすいですね。うん、もうお金言うとあかんねんみんな。特にお金は厳しく言う。そんな稼いでへんから、そうやあかんねん。そうやな。あげまりになりますよ、ね。さあ、ここから今までの話を参考にしつつ、うん、続いてのコーナーはこちら、松本君お願いします。あ、はい、分かりました。じゃあ行きます。はい。